おはようございます。速稼塾の久保です。今日は6月1日になりました。皆さんカレンダーをめくってくださいね。ついついカレンダーめくるのを忘れて、なんか3日とか4日になってね、なんか5月のカレンダー未だに見てるみたいなことがね、あると思います。まあ私もその一人なんですけども、先ほどカレンダーをね、ペリペリペリと家中のカレンダーめくってまいりました。で、6月1日になったら月が変わるもんですから、相場解説をするときにも、月に1回しか見れないね、そういったカレンダーを見ることになります。それがですね、月足なんですよ。で、今回は火曜日なんですけども、まあ週足の方も合わせて見ていきたいと思いますので、月足、週足、デイリー4時間、1時間と5つのシートを見ることになります。では早速切り替えていきますので、こちらの方をご覧ください。はい、現在ご覧いただいているのが月足なんですけども、これね、ローソク足1本が1ヶ月なんで、そうですね、多分ね、4センチぐらいで1年なんですよ。まあ、そうなると、ここだけでね、まあ、5年ぐらいを表してるんじゃないかなと思います。まあ、目分量なんですけどね。5年というと、私が、この、なんですかね、FX を始めた時ぐらいなんですよね。確かに私が FX を始めた時って、118円とかね、120円とか、あの辺をうろうろしたような気がするんで、だいたいこの辺じゃないかなと思い出すんです。それからしばらくして引いた線がこれです。赤い線ね。で、もう一本の赤い線はこういうふうに引きました。そうすると、私が FX をやってる時に、こういうふうにガンガンとね、上下しながら、収束に向かってるなーって感じで見てたんですよ。で、これが収束を終えると、ブレイクするのではないかなと思ったんですけども、まあ、いまいちブレイクせずにですね、なんかまた、このレンズの反対が、こうですね、ここに戻っていったって感じになります。まあ、大筋ではね、この大きなボラティリティがどんどん収束してるっていうふうに捉えられるんで、これからはね、急激な円高とか、急激な円安に向かうことはないと思うんですが、まあでもね、振り返ってみると、この辺りって、いわゆる政権も違う民主党時代、2011年ぐらいなんですよね。まあですんで、10年ぐらいをこの1枚が表してるってことになります。こっからね、アベノミクス政権交代して、ドーンとこの辺まで行ったわけなんですよね。そっから、安倍政権が8年ぐらい続いて、今、菅政権に変わって、安倍政権の、まあ、最後のね、まとめに入っているところだと思いますけども、徐々にね、株価っていうのは、株価じゃないわ、ドル円指数っていうのはこう落ちてきて、収束しているところは収束してるんだろうなと思います。現在の水準はこの辺りかなっていうところで、まあ、如実に、まあ、世界経済ですとか、国際関係、政治問題を表しているとも言えなくもないかなというところでございます。まあ、ただこういうふうに振り返ってみると、大きな観点では政治、それから国債を反映していると言われますけども、ただ、まあ正確には反映しているわけではないんですよね。そうなると、やっぱりファンダメンタルよりも、このテクニカルの方が FX は生きているなというふうに思います。それが株との大きな違いかなと思いますよね。さあ、それでね、このぐらいしかマンスリーでは言うことがなくて、一方的なトレンドを書いているとき、ここみたいなときっていうのはいいんですけども、現在みたいな小康状態をね、持っているときっていうのは、非常にね、このセルとかバイとかって言いにくいんですよ。で、それこそ1日ごとに上下が入れ替わるぐらいなんでね、ギッタンバッタンするわけなんですよ。まあ、ですので、正確なロスカットラインと、あとはね、この前お話しましたけども、レンジ戦略でいくのか、オプションブレイン戦略でいくのか、ブレイク戦略でいくのか、ね、ブレイクアウト戦略でいくのか、この辺をしっかりとミエリヘルつけていかないといけないですよね。まあ、差し当たって言えば、この前ちょっとブレイクしましたけども、今、大筋では値動きがあんまりね、上下に激しくない、レンジオプションを引くのが妥当かなと思いますね。で、週足の方に行ってみましょうか。週足、どれだろう。これですかね。はい、週足になりました。週足は、ここでね、バイデンさんに代わってトレンドを見して、まあ、半値戻しぐらいをしたわけなんですけども、ここからまた上昇の方に向かっていきますよね。ですね、これからは、これがね、2つの仮説、収束に向かっていくような横ばい基調になるのか、それとも、これが上に向かってね、で、ここをブレイクするか、跳ね返るか、ブレイクするかという選択が、またここで訪れるかですね。まあ、この2つの見方ぐらいができるのかなと思います。それでは次はデイリーなんですけども、デイリーになってくると、ぐっと身近になってきますよね。ヘッド&ショルダーのことはもう忘れましたけども、ぐーっと上がっていって、あとはこれが、
やっぱり若干ね、右肩上がりのような、こんな感じでね、フラッグを書くのかもしれないなってところですね。まあ、フラッグですね、これはね、どうやらね、うん、フラッグなんで下に抜けるのか、それとも上に抜けるのかってところが、これから出入りは見物になってくるなってところですね。まあ、こういうふうにね、今仮説が立てられないんで、全体像を見ていく、確認する、これを繰り返すしかないですね。これもだから、この図面だけ見たら右肩上がりなんですけども、うん、まあだからといってね、利益を取れるようなエントリーができるかどうかといったら、ちょっと自信がないですね。戦略が立たないですね、これはね。はい、ではこれはどうでしょうか。1時間足です。昨日はね、ドーンとブレイクアウトして横ばいになって、またね、上がったと思ったら戻ってきたところがあったんですけども、このちょっとした下落ってのはどう作用するのかなと。下落した分をそれよりも取り戻すように動いてくれるのか、それとも下落に押されてもうこの辺りは下がっていってしまうのか、まあ、それをちょっと見ていって次の考えにつなげていきたいかなと思います。今日はまあこのぐらいしか分かんないですね、うん、特に皆さんのエントリーのヒントになるようなことは申し上げられません、うん、今日ちょっとあれですよ、このまま下がっていくのか、それとも上昇するのか、まあちょっとあと5時間ぐらいは見ていかないと分かんないかなと思いましたね。明日なんとか仮説が立つようになったらいいんですけども、ちょっと今の状態だったら、うん、上行ったり下行ったりよく分かんないってとこじゃないですか、これは。苦しいですね、非常に。ということでね、今月始まって、まあそうですね、いきなり楽になるってことはないです。5月の半ば頃から続いた、うん、困難さが、まあ、引き継がれてる状態ですね。まあ、こういう時こそ冷静に基本に忠実に上位足から見ていって、フォーメーションが当てはまるかどうかとかね、坂田号が当てはまるかどうかっていうのを見ていくしかないかなと思います。それでは本日は以上です。速稼塾の久保です。現在ね、時間が11時44分です。日付が6月2日ですよね。で、デイリーのチャートを見てるんですけども、ご覧のようにですね、緩やかな右肩上がりに、ここを何日かはなってるかなっていうところなんですよ。そうですね、2、3週間ですかね。で、まあ言うてもまだ横ばいの範囲を超えないんで、エントリーにはちょっと慎重にならざるを得ないかなってことです。全体的に見ると右肩上がりではあるんですけどもね。で、4時間の方を見て、細かく見ていきますけども、うん、やっぱりね、これ4時間にすると、緩やかな右肩上がりではあるんですけども、エントリーがしっかりとできるような、そういうふうなね、形にはなってませんね。うん、まあレンジと言ってもいいかもしれません。1時間なんですけども、うん、これも緩やかな右肩上がりではありますよ。一番左と一番右のローソク足見ると、それは確かに右側の方が上に上がってますからね、右肩上がりとは言えるんですよ。ただ、中央部分は大きく上に突き上げてきて、そこから下がってますんで、うん、これね、倍の勢いがそんなに強いとも言えないんですよね。だから倍セルどちらにも向かうというふうに考えられます。ちなみに5分見てみますと、真ん中からですね、ちょっと右側寄りに、これ、窓ができてるんですよ。で、すぐに窓を埋めて、で、また横ばいに入ってますよね。で、このパターンっていうのが、だから、上に向かうのか、下に向かうのか、非常に分かりにくい。要するに窓を開けたってことは、勢いがこの図で言うと、下の方に向かってたはずなんですよ。うん、したはずなんですけども、でも陽線ですもんね。陽線で窓ができて、うん、この形でまた陽線から再開するっていうのは、一体このね、切れた間っていうのは、何があったんだろうかってところですよね。陽線をつけながら、ね、下の方から陽線が復活しますからね。まあこういうところを見てもかなり不気味な値動きだと思いますんで、ちょっと今日もね、FX のことに関しては言うことがないですね。見るのも相場でお願いします。おはようございます。6月3日の相場解説になります。まずデイリーから見ていくんですけども、ちょっとね、苦戦していたんですけども、何がしかの方向性は見えてきましたので、デイリーの方から漁っていきましょうか。まあこういうふうな右肩上がりの流れがぐーっとあってトレンドを形成したわけですけども、ここが落ち込んだ後ですね。ここが落ち込んだ後、こういうふうなチャンネルラインがだいたい引けるようになってきましたね。こういうふうなチャンネルライン。だから、フラッグに近い形を形成してるんではないかなと思います。フラッグですよ。フラッグってのはこういうふうに。ね。レンジがちょっとね、斜めになったやつですよね。に見えるでしょ？だからこれを手がかりに、こちらの方向に伸びていく中でギザギザしてるっていうふうに理解すればいいのかなと思っております。うん。そうするとですね、やっぱりこう、上昇トレンドはまだ終わってないってことなんですよね。はい、で、次が4時間足ですけども、その上昇トレンドの中、
緩やかなる右肩上がりはやっぱり見えてるわけなんですけども、懐かしいですね、このダブルボトム。ここ。ね。ダブルボトムからのぐーっと一気に上げがあって、落ちてきて、またさらにこれダブルボトムをヒゲで作ってるのが特徴的なところかなと思いますよね。それに気づけていれば、これが取れたかもしれないですね。私はちょっと取れなかったですね、これがね。で、また下がったんですけども、ここに抵抗体があるような感じですね。どうやら。うん。どうやらここにもあります。あ、ここにありますね。うん。ということなんで、ここを底にして、100円の335を底にして、右肩上がりっていう感じでいいのかなと思います。そうですね。4時間の根拠としてはちょっと薄いですね、でもね。まあ、これで行くしかないかな、今は。そしてもう一つなんですけど、109円の785に赤い線を引いております。こちらの方を、このまんま上昇して破ることができれば、このあたりまで、110円の175まで上昇していくんではなかろうかと、今の時点では、そのぐらいしか言えないのがちょっと弱気なところですね。1時間見ていきましょう。じゃあ、右肩上がり、右肩上がりと並んできて、1時間はどうでしょうか。ここから右肩上がりになるためには、まず第1の抵抗体は、ここの横ばいモードですよね。ここを破っていかなきゃいけないですね。そして2つ目が、ここです。で、まあ、そこがたいのは、このあたりかな。だから振幅がね、こう一回落ちた後に、ちっちゃい波、中くらいの波、大きな波っていう風に来てますから、次にここまでの波を作ってくれるんじゃなかろうかというのが、直近の私の相場予想です。まあ、ですんでね、この後、チャートがこのあたりがどう動くかですよ。下までピタッとついていただければ、私はそこから反転して、ここまで、110円の175まで伸びることを狙って、倍で入りますかね。そうでない限りは、まあ、まあ見るのもそば。それが継続されるということでございます。本日は以上です。おはようございます。6月4日朝6時の相場解説になります。ずっとね、見えない時期がありまして、見るのも相場という形でしっかりと観察していきました。で、昨日ね、新しい展開の窓口が見えてきたよってことで解説をお送りしましたけども、どうですか、今日実現したと思いませんか。はい、ということで、あ、なるほど、こういうポイントで事態は変わっていくんだなってことを確認していただければ、今回の一連のね、過去3回4回の動画っていうのは大いに、エネルギー、未来へ向かっての材料になったと思います。で、今回はエントリーはできませんでしたけども、まあ、エントリーをもししていたら、利益が確定したんじゃないかなというふうなところでございますね。それではその辺をですね、デイリーからおさらいしていきます。はい、ではこれがデイリーでございます。どうですかね、私が思ったのは、こういうふうに推移するんじゃないかなということだったんですよ。フラッグっていうお話もしましたよね。どうですかね、フラッグ、こっちから入ってきて、こういうふうにできていませんか、こういうふうにね。で、まあ、こっちに抜けるっていう形ができると思いますけども、それはもうちょっと先のことです。とりあえずは、右肩上がりのフラッグが見えてきたかなっていうことが、まあ、ポイントなんですよね。で、そして移動平均線はもしかしたらこれね、上抜ける形を暗示してるんじゃないかなっていうところが見えます。3本線が開いてますからね、ここね。うん、後で確認してくださいね。では、4時間の方見ていきますよ。さあ、4時間の方なんですけども、私が申し上げたポイントは2つありました。1つはここ、ネックラインね。ここはどうでしょうか？超えましたよね。うん、で、もう1つのネックラインは、ここですよね。もうお分かりだと思いますけども、ここも今超えたところです。で、今、横ばいに入ろうとしているところが4時間軸で見えますけども、これはですね、おそらく1時間でもお話しますけども、下に達した時に上に跳ねるための布石を打ってるんではないかな。要するに N の字をここで書いてるわけなんですよ。だからね、これ上昇する暗示の方が強いかなと思いますよね、うん。そうですね、移動平均線上の方に開いてますね、今回ね。これはね、倍の方になるかもしれないですね。じゃあ1時間の方で見てみましょう。私たちが勝負するのは1時間ですからね。じゃあネックラインの一番近いところを引いてみますよ。ここですよね。これ完全に超えてますよね。さっき私が4時間で言ったのは、こうなってこうじゃないかなってことなんですよ。もしくはそのまま横ばいに入りつつ、
こんな感じで上がっていくかなと。移動平均線は急速に上昇してますんで、倍の方で入ればまず負けはないと思います。でこちらの方のネックラインですけども、ここを超えたのは一旦上に上がって、昨日お話したのはこの辺だったですよね。一旦上に上がって跳ね返って勢いをつけてズバーンと抜けたわけですよ。この勢いが大事です。下がって弾みをつけて上の方に行くみたいなね、いいんじゃないですか、うん、いいですね。なかなかねボトムがあって、ここまでは落ちてこなかったんですけども、まあけどね、しっかりと上に突き抜けた。私が寝てる間にこのピップスはやばいですよね。いやー昨日寝るんじゃなかったな。すごいピップスが50ぐらい伸びたんですね、うん、ちょっとここは取り損ねたけども、まあ見るのも相場だったところからやっとね糸口がつかめてきたところなんで、これを取るのはちょっと欲張りですよね。私のレベルはそこまで達していないということでございます。はい、というところなんでね、見えてきた糸口っていうのはそのまま正解でした。昨日の動画を合わせてご覧いただきたいと思いますけども、この後なんですよ、肝心なのね。この後どういう風になるかですけども、倍の方に向かうという風な一点でございます。それではエントリーポイントがもうちょっとしたら作れると思いますので、例のね、110円の180、ここに下に下がって110円の180に達した時は間違いなく倍で入ればいいと思います。でも達しない、まだ110円の180に達しないうちに、そこまで下がりきらないうちに上がることも考えられます。この2点でエントリーポイントを探していきましょう。そしてエントリーは玉は倍で持つことになります。倍ですよ。おはようございます。6月5日朝5時12分の相場解説になります。まあ正確に言うと今日は土曜日なんで相場はないんですけども、ちょっと苦戦したねこの1週間と光が見えてきた週末ですよね、これを組み合わせてお話していこうかと思います。まあ最終的にうまくいった部分もありますけども、ここはちょっと予測と違ったよ、取りこぼしたよっていうところをね、大体ね2勝1敗という形でお届けしたいと思いますので、こちらの方の画面を開いていただけますか。それではまずデイリーからご覧いただきます。どうぞ。はい、デイリーなんですけども、デイリーはとりあえずね2勝1敗のうちの1勝のところをお話ししようかと思います。それはですね、ここから始まってるんですけども、こういうふうに右肩上がりのこうねトレンドラインを書いてるでしょ。でここから入ってきてフラッグがねできてる状態です。これは昨日もお話ししましたけども、ここはまあ当たっていたんじゃないかなと思いますよね。まだね下に抜けるのか、まあ戻っていくのかっていうのが分かりませんけども、おそらく上の方でしょう。これがまあデイリーで見通しが立ったよっていうところですよね。次ですね、4時間です。これ4時間がねうまくいかなかったんですよね。どこがうまくいかなかったと言いますと、このネックラインがあるじゃないですか。私はねここをネックライン横に引いて、ここに跳ね返って上に上がるっていうふうなことを申し上げたと思うんですよ。 N 字を書いて上に上がるっていうね、それが実際はガクーンと深夜のうちに下がってましたね。これがだからちょっとうまくいかなくなったところですね。まあ損失はないんですけどもね、夜中だったんで。はい、それで、1時間足ですけども、ここは2勝1敗の勝利の2つ目の方ですね。先ほどのが2勝1敗のうちの1敗、上の方に N 字を書いて跳ねると思ったけど下に大きくいっちゃったってことです。ただこうもお話ししたんですよ。こちらの小さい三角形ありますよね。この三角形がちょっと大きくなってここ、もうちょっと大きくなってここというふうに、どんどん大きくなりつつ三角形がこういうふうに大きくなっていったってことです、うん、でこちらのゾーンがこういうふうにあるよねってことですよね。まあですね、週が明けてからねこういうふうにいくんじゃないかなと思いますよね。ただこんなに大きくならないと思いますけども、この辺りで止まってですね、ここでで何らかの動きを見せながら、まあまた上の方に行くのか、それとも3ゾーンを書くような形で下に行くのかってことですけどもね。はい、こんなところですかね、今わかるのは。来週の展望がはっきりと見えませんけども、まあ最終的には2勝1敗で、うん、私が考えていた3つの予測のうち、2つが当たって1つが外れたって形かなと思います。はい、ということで、最初はちんぷんかんぷんで見るだけ相場っていう時期が長かったんですけども、まあ見ていると、だん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 特徴が見えてきて、あ、次の展開はこうだなっていうふうに、まあ届けることができたかなと思います。
それではどういう展開になるのか、これは月曜日からの相場を見ながらまた考えていきましょう。では1週間をまとめた動画になりました。以上です。ありがとうございました。